こんにちは皆さん。私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山内幸男です。今日は山口組が経営する2つの会社というお話をしたいと思います。2つの会社って言いますのは、東洋信用実業株式会社昭和50年設という会社と、株式会社ヤマキ平成3年設立という会社です。この2つの会社とも山口組の所有不動産を所有しておる会社でして、その不動産を運用して運用収益を上げて経営を維持しているという、そういう会社ですね。ニュースや週刊誌で出てくる山口組の本部建物の所有者になる会社ですね。そして私はこの2つの会社の顧問弁護士としておったんです。現役時代対外的に山口組の顧問弁護士ですというような言い方は一切していません。この YouTube ではやっておりますけれども、当時はそういうことを言いました。一般の依頼者の方がね、びっくりしてしまいますんで、山口組の関連する会社の顧問をやっておりましたという言い方をしておりました。そしてそれぞれの会社から月に 10万円ずつ、20万円というのが決まった顧問料ということでいただいておりました。それ以外に、まあ、個別に案件を処理することがあれば、それはそれで別途もらっておりました。この会社どういう経緯でできたかと言いますと、ヤクザの不動産を誰の名義でどのように所有するかっていう、これはとっても大事なことでして、特に現在のように親分が使用者責任で巨額の賠償義務をですね、裁判所から負担させられるというようなことがこう頻繁に起こってきますと、ね、組の財産が親分の名義にしておくと差し押さえられてしまいますから、そういうことはできません。なぜかというと、親分が個人的にお金を出して実質親分の所有である不動産もありますけれども、組員たちがみんなで出し合って、みんなの共有になるような不動産もあるわけです。ですからみんなが出し合った不動産を損害賠償請求事件で差し押さえられてしまうといけませんので、ですからどういう名義にしておくかということはすごく大切なことなんです。なぜ会社ができたかといういきさつなんですが、それはまず最初に昭和38年に田岡親分が自宅を移転いたしました。移転前の田岡さんの住所は神戸地方裁判所の近くにあったんですけども、そこから神戸市灘区篠原本町、現在も山口組の本部があるところですね、そこに自宅を移したわけです。これは非常に閑静な高級住宅地、ここに200坪の土地を購入して、そして田岡邸を建てたわけですね。ヤクザの親分の家っていうのは、皆が集って皆が家族のように飯を食ってというような、そこの拠点になる場所でもあるんですね。本来ヤクザの姿っていうのは、親分の家にみんなが寄ってそこでもうごちゃごちゃになって暮らしているというようなのが本来の原点なんですけども、田岡親分自宅を構えて、そして若い衆たちが自宅に集うというような形態をとっておりました。この灘区篠原本町に移る前の自宅ですね、これはちょうど移転する直前ぐらいにダイナマイトで爆破されております。田岡由紀さんの本なんかによりますと、廊下を歩いていた時にドカーンというすごい音がして、何があったのかわからなかったけど、後で調べたらダイナマイトが爆発したんだというようなことだったらしいです。これは広島戦争で広島のヤクザが山口組の本部を狙ってダイナマイト攻撃を仕掛けたんですけどね、まあそんなことがあって、本家田岡邸は灘区篠原本町に移ったのが昭和38年ですね。その時からずっと灘区篠原本町っていうのは山口組の拠点になって今日まで来たわけなんです。57年後のですね、令和2年に兵庫県公安委員会から特定抗争指定という指定を受けまして、この建物が使用禁止になりました。もう初めてのことですね。そして現在は使用禁止で使えないという状態が3年にわたって続いているという、そういう状況でございます。昭和38年に新居を建てた12年後の昭和50年ですね、ある不動産屋さんが田岡親分のご長男の満さんのところにですね、隣に100坪の
土地の売り物が出たんだけども買いませんかっていうような打診してきたんですね。で満さんはちょっと判断できなくって、結局その話は山本健一は若頭の耳に入ることになったんですが、山健さんはそれはもうぜひ買いましょうということで、みんな若い衆全員でお金を出し合って買って、そして親分にプレゼントしようということをね提案したんです。で、田岡親分に、馬車で買いますんで、親分どうぞ自分のものにしてくださいって言ったんですね。田岡さんはそんなもん馬車いらんぞ、そんなもん。みんなで栄養に使ったらやないかと、国のために使うようにせいや、というふうに田岡さんは言ったんですね。普通親分なら自宅の 隣の大きな土地をみんなでプレゼントしてくれるって言ったら喜んでもらうんですけどね。田岡さんはやっぱりそういうことをしなかったんですよ。そこでまあ、みんなが自分たちのものにして国のために使うのにどうしたらいいかということを、その知恵を絞ってできた会社が東洋信用実業という会社なんですね。この600坪の土地っていうのをガレージに当たる部分、ニュースとか新聞とか報道でよく出てくるシャッターの開いた中の600坪、ハロウィンの行事なんかもやりましたし、田岡親分の時代には盆踊りなんかも挙行したりしておりました。そして葬儀を行う会場に使ったりもしましたが、この600坪の土地を購入した時に作った会社なんですね。これはまあ、どういう形でお金を集めて会社の所有にしようかということを弁護士さんと相談して、弁護士さんが提案したのは、ゴルフ場のクラブ会員権と同じシステムがいいということでですね、東洋信用実業株式会社という会社が、オリエントクラブという互助団体のですね、任意団体を運営しておりまして、その互助団体会員たちが集う場所として使うという形式にするということでですね、結局、会員権を組員に販売して、その販売から上がったお金を集めて、この600坪の土地を買ったんです。ですから駐車場っていうのは東洋という会社が所有はしておりますけれども、皆さんに出資してもらったお金を返さなければならないという債務も負担していると、そういう会社なんですね。そしてもう一方の株式会社ヤマキという会社ですが、これは平成3年に設立されております。その設立の趣旨は田岡邸の本体200坪、篠原本町に最初親分が移った田岡邸ですね、その田岡邸を買い取るために作った会社なんです。その当時は昭和59年に4代目竹中正久を指名したその時からですね、兵庫県警に対して文子姉さんと光さんはもう今後山口組のとは一切関わりませんという念書を入れているんですね。59年の6月5日午前中に竹中4代目を指名して、午後にその念書を兵庫県警に提出いたしました。従いまして以後はですね、田岡家っていうのは山口組と一切関わりを持たないという形になっておったんです。にもかかわらず山口組が、田岡邸を使っておりましたし、本部事務所として、機能しておりました。いつまでもそんなことはできませんので、平成3年、これはもうバブル華やかなりし頃、みんながたくさんお金を持っていた頃ですね、みんなからお金を集めて、そして、買い取るために作った会社が株式会社ヤマキという会社なんですね。この時のお金を集めたやり方、単純に不動産購入資金として集めて、そして購入した不動産はみんなの名義にしました。直参組長プラチナの親分衆がそれぞれ104分の1の不動産の共有持ち分権を持つというね、不動産の共有者になったんですよ。ですから当時の登記簿の等を見ますと、直参の親分がそれぞれの持ち分を共有しているという、そういう形式の不動産になりました。まあ、それで、結構長らく来たんですが、直参の親分が辞めたり、また新規で入った時に不動産登記をしなきゃいかんのです。それが大変煩わしくて手間なんで、後に私の手でですね、その
土地の所有権の会社に現物出資してもらって、その対価として株を持っていただくという形で株に変えました。ですから今現在は株を皆さんが持っておられて、土地の所有権を持つということはございません。それでまあ今日まで、来ておるわけですね。山口組の直参プラチナになる人ですね、新たになった人は、この2つの会社の持ち分権を買い取ってもらいます。そして退会するときにはですね、その持ち分権を会社の方で買い戻しいたします。ですから会社の持ち分、山口組の所有する土地建物の持ち分というのは、直参になれば何分の1か手に入れて、辞めるときにそれを お金にしてまた戻してもらうと、こういう形を取っとるんですね。私は入会する方、そして辞めていく方、その入会手続き、退会の手続きを長い間やってきました。昭和55年頃から、当時は東洋信用実業株式会社だけでしたが、鶴橋の親小田秀臣さんが社長をやっておりました。あの頃からずっと見ております。ただ会社の方は社長さんいろいろ変わっておりますけども、初代は東洋信用実業は山本健一さんでした。で、2代目が小田秀臣さん、そして3代目が桂木正夫さん。桂木正夫さんとは長いこと一緒に仕事をしましたね。それから岸本斎三さんになり、6代目体制になってからはですね、井上さん、寺岡さんから森尾さん、江口さん、三谷さん、清水一家の高木さん、正木さん、で現在は津田さんと安藤さんがそれぞれの会社の代表をしておるというような形でやってまいりました。なかなかこれね、新しく会社の代表者になってもシステムとか構造がどうなっているのか分かりにくくってですね、結局僕がずっと長い間やってましたんで、私にとっても古巣でありますけれども、私が一番事情が分かっているというような会社ですね。本当に、私には懐かしいというのか、ホームグラウンドというのか、本当思い入れの強い会社ですね。思い出やエピソードを少し申し上げますと、昭和55年頃の鶴橋の親分と私との関係というのは、非常に若き、青年弁護士でしょうね。でも鶴橋の親分は信州の精神に飛んでおられて、新しい顧問弁護士いうものをヤクザも持つべきだという考えを持っておられたんですね。よく中之島のロイヤルホテルに連れて行っていただいて一緒に食事をしたりしましたですね。もう本当にいつも身なりきちっとしてね、紳士然とした親分でしたね。そして私にはわしと鴨田は買い物大好きでんねなんて言いながらね、ロイヤルホテルよく利用されておりました。二代目の桂木正夫さんとが結構長いんです。というのは思い出がきついんですね。なぜかと言いますと、山一構想一和会と分裂したんですね。桂木さんの社長の時代に、その分裂したその相手方、すなわち、山広組の組員たち、鴨田組の組員たち、それ以外のね、一和会に行った組の組員たちに返金手続きっていうのをやったわけです。会員、直参ではなくなっていきますんでね、それを返すための手続きをやったんですが、撃たれるかもしれんという思いが実はありまして、あの当時は本当に、みんな誰かが誰かを狙っていて、ね、いつ撃たれるかわからんというようなムードがありましたんで、そしてまあ、桂木さんなんか直参で、かつトップ執行部の方ですから、顔を出したら撃たれるかもしれんで、防弾ガラスの入った部屋を作って、ガラスの向こうにいていただいて、私は事務を、返金を要求する人と交渉したり返したりする事務はやってたんですけども、防弾チョッキを着てそういう事務に当たったということがございましたね。非常に緊張して、やったことがあったりして、非常に思い出深いですね。そして2つの会社を見ております関係で、新しくプラチナになられた方、そして辞めていった方の手続きをするのは私だったんですよね。ですから辞めていった方、最後にお会いするのは私がお会いしておったんですよ。例えば中野太郎さんがですね、
もう解散引退して、それやったらもう山口から民主から金返してくれという話があって、その交渉に行ったのも私なんです。当時加藤新介さんという頭の方と一緒に中野さんに会いに行きました。施設だったと思いますね。でも何人か部屋にかつての若い衆かなんかが来てまして、そして中野太郎さんもなんかも機嫌悪くてね、怒りまくってましたね。お返しする金額言うたら、そんな大きな金額じゃないんですよね。それを提示したら、たったこれだけかい、山口君何考えとんねん、あれで、あしたどれだけ銭つこたんじゃとか言ってね、えらいもうボロクソに言われましたね。それから間もなくして亡くなっておられますけれども、中野太郎さんの思い出とか、それから後藤さんですね、後藤忠正さん、この方が辞めた時も最後に会っているのは私なんですよ。南麻布の喫茶店でお会いしましたけどね。後藤さん開口一番、いや先生もせいせいしたよ、すっきりしたすっきりした、せいせいした、これからゆっくりさせてもらうよ、ああもう思い残すことは何もないみたいなね、そんなこと言ってたけども、ただね、あの方ゆっくりするような方ではありません。それからあともいろんな活動をされております。今年もお会いさせていただきましたけど、すごい人ですね。この方はもう私が持っていたお金なんか何の関心もございません。大きな財産を持ってられる方ですんでね、いろんな思いが頭の中よぎったんでしょうね。吹っ切れたっていう感じはございました。懐かしくって会わないかと言っていただいたんで、非常に僕嬉しかったですね。そういうことがございました。いずれにしても私にとっては東洋信用実業株式会社山木っていうのは心のふるさとでございます。私が一番会社のことが分かっていると思いますね。こうやって喋っていても懐かしいこといっぱい思い出します。今日はそんな話でした。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録並びにいいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。